アニハセヨアキラゴハムニダ、皆さんお元気でしたか。今日最初から日本語で、前回なんかこの着てるものがエプロンですかなんて聞かれたので、今日もちょっとこの格好したんですけれども、これエプロンじゃないんです。見てみます。どん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 、こんな感じこんな感じのです。韓国製です。ネットで買いました。すごく楽なんです、これ。なのでエプロン代わりにもしちゃってます。どうですか。さて今日はコーンシューマイ、トウモロコシのシューマイを作っていきたいと思います。材料はこちら。一つに入れておきます。そうしましたら、ごめんなさい、玉ねぎはこんな感じでみじん切りですね。はい、それとあと生姜もこのぐらい細かく切っといてください。あとトウモロコシと豚のひき肉ですね。で塩を少し振っておきます。それと胡椒ですね。生姜じゃない。あとごま油、このぐらい。そうしましたら、私は素手でやるのが嫌なのでこんな感じで手袋はめます。では練り終わりました。はい、では練り終わりました。はい、そうしましたらこんな感じのスプーン、これ韓国のスプーンです。これね、ここがちょうどいいんですね。ここが大きさが、はい、そしてだいたいちょっと山盛り一杯ぐらい、これを手に取りますね。で、くる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 。で、丸めたら、片栗粉、ちょっとまぶしておきます。これなんでまぶすかっていうと、トウモロコシがこうお肉から離れないようにするためですね。はい、で、まぶしましたら、次に、こんな感じの耐熱容器の上にレタスをいっぱい、もう山盛りです、こんなにいっぱい。でもレタスも一緒に食べれるのでたくさん引いてくださいね。はい、こんな感じで山盛りいっぱい、くる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 。お子さんがいたら一緒に作るのも楽しいんじゃないですか。変な声になっちゃったけど、むしろでくる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 、かわいいですよね。なんかこのまま雪のボールみたいで、雪合戦みたいにできちゃいそう。くるくる、ちょっと中のね空気を抜きながら、ちょっと押さえて抜きながら、でこっち置いて、ここ見やすいかな、こんな感じで。はい、全部丸めてできました。
で並べる時のコツはレタスをこうやって間に入れてあげて、お肉とお肉がくっつかないようにしてあげてください。はい、できました。コーンシューマイです。あんなにあったレタスがここまでなくなっちゃいました。シューマイと一緒に食べてくださいね。ではお皿に取り分けてみました。こんな感じでからし醤油につけて食べるとより一層美味しいですよ。では出来上がったコーンシューマイを食べてみたいと思います。ちょっとだけこんな感じでからし醤油につけますね。いただきます。うんしか言わないけど本当に美味しい。のんましそよ。見えます？中までコーンがいっぱい。美味しい、本当に美味しい。レタスも。音聞こえるかな？レタスまだシャキシャキしてます。美味しい、本当に美味しい。とっても簡単だし、お子様と一緒に作ると楽しいから皆さんも作ってね。ではまた。アニョン。